ハロー！わっさっ！いや、ピンマルです。はい、ということで今日はですね、みんなバトルロイヤルって僕苦手なのみんな知ってると思うんですけども、もう3対3はねめっちゃ強い、もう3対3俺めっちゃ強いみたいな感じなんですけども、3万2176勝してるとかね、最多ストロフィーが3万55とかね、もうそんなもうそんなんバトルロイには関係ないと、もうバトルロイの神様は激おこぷんぷん丸だということでね、僕はちょっとバトルロイをね頑張っていきたいなと思います。確かね、ジュリマスさんが今ね3対3をね頑張ろうとして、まあ、そちらにね、富士山の方のクラブに行って、まあ、3対3勉強してると思うんですけど、僕は、ソロバトルロイヤルをちょっと勉強していこうかなと、もう本当にね、バトルに関しては俺ね、3000ぐらい、もうトロフィー3000ぐらいなんで、俺はそれをね、ちょっと奪回したいと思って、今日はね、頑張っていきたいと思います。ヘイヘイヘイと、じゃあ早速ね、俺はバトルロイヤルをね、ちょっと練習していく、ちょ、待って、噛んだ。行くよ、まあ、ビビがいると、まずビビがいる、さあ、こういう時はどうすればよろしいかと、ビビに対しては多分、これね、俺のね、これを取りに来ると思ったけど、そういうことではなかったと。おい、一発、ナイス。さあ、こっからですよ。これはね、多分、カラスとね、協力して、ちょっと待って、ザベスをソロで使うってどうなの、まず。いや、怖っ。はい。オーケー。ちょっとリロード使いすぎるのはまず良くないということだと思うんですよね、これ多分。はい。おー、はい。よいしょー。おー、当たる。はい。これ。エイムはね、エイムはちょっとよろしい。エイムはよろしいということでよろしいですか？はい。まあ、こっからなんですけども、俺ね、こっから、まあ、生存者が9名ということで、俺こっからね、頑張っていくわ。さあ、今、サンディ、もうあれだよ。チート級最強キャラのサンディを倒したということで、俺はかなり今強い。もう強い立ち位置にいる。でも多分、こう、場所的に、これ上だから良くない。だから下行こう。下行きたいけども、黒発見？いや、お、山田がいる。山田に一発当てといて、さらに一発当てとく。で、さらにここで一発と二発。はい、これ。ほい。はい。待って、これかなりまずい。オーケー。これ、エイムやばくね？エイム鬼じゃね？鬼のエイムじゃね？これ。ほい。いや、ちょっと待って、一旦回復しよう。え、飛んでくるやつ、これ黒飛んでくるやつだね。一旦この場合は、ちゃんと壁に、壁を越えれる。お、ここ。はい、ここ。でもこれ噛む。はい。どうする？黒どうする？俺がいるよ。はい。上か。上だよな。はい。あ、待って、見てなかった。マジか。てなわけで、今ね、俺、鬼のエイム力を発揮したエイルジャルスをね、使ってたんですけども、こっからちょっとね、まず頑張るわ。まあ、シェリーね。シェリーがもう入ってくるの分かっていると。もうシェリーが入ってくるの分かっていると。これどうするこれ逃げた方がいいんかな、俺。Hello! おい、オッケー。一発ね。一発撃って逃げさせてからの、箱回収。これオッケー。バトルロイヤル、極めてるぜの方たち。これオッケー。一旦箱取りたいんで、しっかりと、はい、OK、外した。鬼のエイム力を発揮できなかった。で、中にエリザベスなんて間違えた、シェリーが入ってたんで、俺はここで一旦待機。さあ、どうするシェリーがね、マジきつそう。近づかれたら。一旦撃つ。OK、ここによ。いや、ここだな。一旦ここだな。まだ生存者、やってんね。いいね、やってんね。どんどんやってほしい。もう、バトルロイヤルって多分、1位になればいいっていうことじゃなくて、2位。あれ？何以上でもらえんだっけ？まあ、でも2位でいいんだよね、多分。シェリーまだ超えるよね。あれ？待って。ちょ、一旦シェリー放棄。待って、いいの、怒ってる。こんなんもらっちゃっていいんですか？拾っちゃっていいんですかと。よっしゃ、嬉しい。で、ここでさらに、どうしようかな、これ。来るんかな？いや、待って、あのシェリーすごい気になってた。なんかすごいそう。一発撃っとく。一発撃っとくね、これ大事。これはもうすごい大事。さあ、どうしよう、これ、急ぐ。ういっ。ういっ。いや、待って、なんかみんな左にいる感じすんな。黒やってんね、いいね。オッケー。一旦ここね。はい、おい、ちょっと待って、本当に悲しいことが起きた。ちょっと今、マジで悲しいこと起きたんで、俺はもう、これで行く。チーターで。はい、来ました。はい。はい、バトルロイヤルのチーター、コンティニューさんですね、コンティニュー。
のここでやば。おちょ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 待って。いった。あ、打てない。やばい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 。待って。もう最初やばくねこれ。ああ本当にきついよ。本当にきついわこれ。きつすぎてもうきつすぎて発揮。今すごい発揮しそう。待って本当にやばかった。本当にやばかった。サンディもいる。おめっちゃいい感じなんだけど。オーケー。ほれ。おい、危ねえ、置いといてよかった。え、シェリーバカ強くないってか、俺ちょっとやばかった今。一旦隠れよ。いや、もうびっくり、本当にびっくりした。もう再来ではね、もう俺の緊張感の再来。もうエリザベス使ってて、一旦シェリーでやられた時の緊張感がもう再来した。もう本当に、でも俺は逃げねえ。俺はこんなところ諦めねえ。いたよね、今。どんな敵でも俺は立ち向かわなきゃいけない。俺は立ち向かいなんだ。あ、危ない。オッケー。え、頑固やなつ。どうした。一旦とく。いや、振るんですか。そこ振るんですかと。ちょっと待って、ナイス。あ、いいね。ザブスに対して、いやだってあいつ4個持ってんやん。いやー、なんかこれ襲われたら俺もう逃げ道なくなるパターンじゃね。これやばくね。これもうコンティニュー使っちゃってるし。ナイス。やってんね。いいね。いいよ。よいしょ。OK、作戦完了。OK、一旦ここ俺移住します。さあ、残り5人。1位取りたい。コンティニュー使っちゃったけど。お願いだ。俺に1位を取らせてくれ。一発取得。OK。いるの分かってる。お前がいるの分かってると。下から、これはね、連携を使っていく。あ、もう4位来た。あ、痛い。ビビ。いや、待て。こいつエグい。ちょっとウルトカみたい。いや、どうする。うわぁ、ちょ、待って。いや、でも、4位はいいんじゃないの。オーゲー。はい、しゃー、ということでやっていこう。さっきにちょっと自己死した。もう8ビットで自己死した。もう初手でコンティニューを俺失うっていう、まさかの問題ね、もう発生したんで、ここからちょっと頑張っていこうかなと思って、俺これ、苦労にした。クローはマジで強いと思う。いくよ。絶対ね。一旦作敵。もうシェリーには出会いたくない。シェリーが一番怖いから。オーケー。作敵はほんと大事だからね。もう、俺一旦バトルロイヤルの、ちょっと待って、これ。おい。なるほど。おわっと、事件現場。なんだ。お前らなんだ。何事だ。どういう感情でそういう組み合わせになったの。 Hello! はい。一応、これ大事？どうなの？ねえ、バトラーやってる方、これどうなの？もうね、俺、初心者からもう学んでいくわ。まず、まあ、チーミングがいいのかどうかってみんなの意見を俺は聞きたい、正直。俺はいいと思ってるから、正直。だってそれがもうバトロイの、まあ、この前もね、その公式さんのお話とかそういうのは出したと思うんですけども、俺は、危ねえ。俺はチーミングが別にいいと思うんだよね。でもなんだけど、うるっとたまった。でもなんだけど、正直と、ちょっと、本当にわからん。こいつやる。どう。わかんない。やばい。正直なところ、バトルロイヤルの中のチーミングっていうのは本当どうなのかっていう話を、みんなちょっとそこに関して、いろいろとコメントください。待ってます。やばい。痛みが。危ねえ、ほんとにこいつ。俺、こいつ絶対やるわ。絶対コンティニューなんだよな。もうわかる。あとブルいたよね、どっかに。こいつだけはマジで許さない。もう俺の苦労にこの逆らった。俺に逆らったこいつ。オッケー。一旦破壊やん。もう永遠に俺こいつやる。もう追いかけるわ。はい。オッケー。あ、待って、誰。ちょっと。はい、ということで、俺最後はもう1位狙うわ。もう本当にバトル下手くそ。マジで、みんなもコメントで言ってる通りなんですよ。みんなだからバトロイというものをね、僕に教えてください。作敵大事。おお、危ない。絶対いるとは思ってたけど。バトロイっていうのを絶対もう俺に叩き込んでください、みんな。で、まず俺はマジでバトロイ上手くなりたいから、一旦ここで、この状況どうするか。まず、ジンを狙わずに、隠れてウルトラだけ貯めたいっていうパターンですよね。ウルトラだけ貯めたいパターン、もしかして。狙わないとか言ってこんな近くまで来てる俺どう思いますか、みんな。
オッケーオッケー、あらおうと、あらおうと今、あらおうと今、オッケーオッケーオッケー、サンディの音が聞こえる、サンディの音が、サンディの音が聞こえるよ、よいしょ。まずね、まずあのジンをね、狙いと、シリかー。いや、箱2個ってどうなの、まず状況的に箱2個ってどうなの。はい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 、一旦ね、一旦こう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 でしかない、多分こうでしかない。オッケー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 、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。多分俺の中で今最大限にバトロイの動きしてると思う。オッケー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 、こっからこっからこっから、さあのジンをどこまで追い詰めることができるか、どこまで追い詰めることができるか、ここここここ、これこれこれ、あのいつの間にか漁夫作戦、いつの間にか漁夫作戦、これよこれよ。でウルト、サンディでウルト貯めつつ、やっぱウルト貯めるのが大事、あとエイムね、ウルト貯めるのが本当大事で、あとちょっとで貯めるんですよ。オッケー、あ、なんかお友持ち来た、お友持ち来たけど、ちょっと死にそうなお友持ちなんで一旦やると、一旦やりたいところ。え、待って、マジでいけそうなんだけど、マジでいけそうなんだけど、待って、本当にやっちゃうよ。一旦クロウとサンディをやらせたい。オッケー、来た、来た、念願の1、やばい、レオやっぱめちゃくちゃ強い、本当にこいつ最強キャラクター。てなわけでですよ、あの僕ちょっとね頑張って、バトロイヤル練習していきたいと思うので、ちょっとクラブも一旦バトロイのあそこ行こうかな。はい、てな感じでよろしくお願いいたします。この動画面白いと思ったら高評価とチャンネル登録できてもよろしくお願いします。これからもバトロイにちょっと見たいなって方もコメントと、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。とりあえず終わっていきましょう。皆様、それでー、わだー。